トラバンコール王国、トラバンコール王国、トラバンコール王国、英語、キングダム・オブ・トラバンクワは、18世紀初頭から20世紀半ばに、かけて、南インドのケイララ地方南部に存在した、ヒンドゥー王朝、172年から1947年。首都は、パドマナーバ・プラム、トリバンドラム、ゲンティル・バナンタ・プラム。トラバンコール王国の成立は18世紀初頭であるが、 その王家であるベナード家は、12世紀初期頃から、ケーララ地方南部のクイロンを中心に存在した、後に、パドマナーバープラム、ゲントミルナード州の都市に拠点を移した。王家の起源は、不明な点が多いが、一説によると、チェーラ朝最後の王、ラーマ・バルマ・クラシェイからが、ベーナード家の創始者とする説がある。1102年にチェーラーが、ラ朝に滅ぼされた後、 北部は、高ン王国が成立したが、この地域は、統一がない時期が何世紀も続き、パンディア朝やホイサラ朝、ビジャヤナガル王国などの圧迫を受けた。18世紀初頭、ベーナード家のマールターンナワルマが、ケーララ地方南部に拡挙した付近の領主を統一して、1729年にトラバンコール王国を建国した。マールターンナワルマ。 在位1729から1758は、即位と同時に、首都パドマナーバプラム近くのトリバンドラム、現、ティルバナンタプラムにある、ベーナード家の守護神ビシュヌを祀るパドマナーバ、スワーミー寺院ーの大改修を行い、1556年以降着工されていなかった門に、ビジャヤナガルナーヤか様式を取り入れて五重の段階にし、ジオウの時代にはさらに二段加えられた。 マールターンダ・バルマは、行政の中央集権化を図り、王権を強化し、オランダ勢力が当時この地域に進出してきたが、1741年8月10日に、コラチュルの戦いでこれを破った。とはいえ、オランダとの争いは、1753年8月15日に和平条約が締結されるまで続いた。また、1750年、マルターンダ・バルマは、 ティルパディダーナムの儀式を行い、すべての領土を守護神に捧げ、自らは神の下僕として国を治めることとした。1758年7月7日、マールタンダバルマワ氏に息子のダルマラージャ、在位1758から1798が後を継いだ。ダルマラージャの地勢は長く、内政面では最小傾斜バピルタの活躍により、アラプラ、 あピーとモのジャングルが海外公易港へと開発され、マライアーラム後の復興も行われ、文学、舞踊、演劇、絵画、建築も栄え、パドマナーバプラムの宮廷を彩った。また、コーチン王国ともよく争い、1756年から1757年にかけては大規模な戦闘も起き、コーチントラバンコール戦争、 この争いは1761年12月23日に和平条約が締結されるまで続いた。しかし、1767年以降、マイソール王国のハイダルアリーのイララ侵略があり、トラバンコール王国はマイソール王国の侵略を受けることなり、1774年にはトラバンコール王国は家臣と染み継ぐことを迫られたが、 カルナウタカ地方政権の家臣であることを理由に拒否した。その息子ティブースルタンもケーララ地方を侵略し、1789年12月の侵攻の際、ダルマラージャはイギリスに援助を求め、翌1790年諸島から第三次、マイソール戦争が勃発した。その結果、トラバンコール王国はマイソール戦争でイギリスに味方し、 第三次マイソール戦争終結後、1795年には、軍事保護条約を結ばされ、イギリスに従属する反王国の地位に落とされた。なお、同年にダルマラージャは、首都、パドマナーバプラムからトリバンドラムへと戦とし、1798年2月17日に死亡した。イギリスの保護家の地、トラバンコール王国は、反王国として、 存続を許された。だが、オーバララーマバルマ一世、在位1798から1810の治世には、1805年に再び軍事保護条約が結ばれ、イギリス東インド会社の軍の駐留費の支払いも増額させられた。1807年12月にイギリスはトラバンコールに滞納分の駐留費を支払うように求めたものの、 トラバンコール側が拒否したため、これに連動して反乱が起きた。だが、1808年1月に反乱軍が敗れ、反王国も鎮圧に協力させられ、反乱は鎮静化していった、トラバンコール戦争。トラバンコール反王国の国内では、平均識字率や社会発展の面を置いて、イギリス領インドより進んでおり、かなり近代的かつ、 能率の高い行政を行っていたことで知られ、すでに1834年には、インド最初の英語学校が置かれ、この学校は1964年までは、学費の負担がなかった。だが、1924年から1925年、女反王政トラクシュミーバイ、在位1924から1931の時、ケーララのインド国民会議派により、 バイカムの寺院を囲む行動を不可植民に解放する非暴力道、バイカムサティアーグラハが起き、ガンディの朝廷でトラバンコールン王国の政府は一部を除き寺院に繋がる道を不可植先民に解放するなど身分差別や宗教的には問題があった。最後の反王バララーマバルマ二世位、在位1931から1947は、 1947年6月3日に、インドとパキスタンが分離独立すると発表されたとき、インドとパキスタンのどちらにも属さず、トラバンコールハン王国が独立した国家となることを望んだが、結局インドに帰属を決めた。同年8月15日、インドパキスタン分離独立が行われると、トラバンコールハン王国はインドに併合されることとなり、後に、 高ンハ藩ン王国の領土と合わせて、ケーララ州となった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。